さあ、というわけでお疲れ様です。ちょっといつもよりアングルが違うんですけど、ステッカーの悩みに関する動画をこの間出したんですけど、いろいろ調べてですね、何やら推し活アイテムがすごいバッチリ来ると、非常に便利だと、こういうアイテムの収集にね、コレクションで調べていくうちに、このたどり着いたのがこのケプトっていう、もう本当に推し活のためのアイテムを作ってるプロダクトメーカーさんで、これちょっとサイズ感わかりますかね。これ英語サイズですね。英語のサイズの、まあ、ちょっとチャック付きのバインダーっていう感じで、ちょっとシステム手帳風な感じで、こうチャックを開けてパカッと開くとね、こういうバインダーになっておりまして、マルチ収納ファイルで、まあ作例というか使用例が何でも結構入っちゃうんですよね。そうで、これ今買った状態で入ってたものが、この設置使用例と、付属のリフィルも付属でね、最初何枚か入っててくれました。バインダーにセットする用の付属のリフィル、まあ、ちょっとサンプル的な感じで1枚ずつぐらい、あ、2枚ずつ入ってますね。で、このファスナー付きのバインダーとか入ってて、これこの中にちょっと小物とかも入れることができるっていうので、まあ、これどんどんね、こうリフィル、まあ、バーッと増やしてって、この間言ってたステッカーとかですよね。この間紹介したお布団天国さんのコロちゃんのステッカーが今ちょうどあったんで、まあ、こんな感じでね、どんどんこうファイリングしてって、まあ、積み重ねてこう見えなくなるってこともないし、まあ、いつでもね、まあ、貼りたくなった時もすぐにアーカイブ検索できるし、こうコレクションとしてもめちゃくちゃいいなと思いました。でこれがあのトレカサイズのリフィルなんですけど、でっかいステッカーとかはこっちのフォトサイズのリフィルもあって、でさらに大きいのはこれ、もうこのページここ丸ごとこのサイズのリフィルもあるということで、リフィルどんどんこれカスタマイズしていくとかなり楽しそうっていうので購入しました。ケプトさんの、バインダーマルチ収納ファイルで、ケプトさんのオフィシャルでこの付属のリフィル販売してて、ちょっと今回これオプションアイテム購入しました。こちらのメッシュポーチ、缶バッジも付けられるっていうね、英語サイズのメッシュのポーチです。これちょっと早速中にカスタマイズしてつけてみようと思います。さあ、どんな感じでしょう。おー、あ、裏が PVC でクリアだ、クリアになってて、こっちがメッシュ生地になってて、あ、ここにだからピンズとかつけることもできるっていう、やばい、これちょっと革命が起きてるかも。ちょっと試しにバインダーにセットしてみましょうか。一番後ろのページでこうかな、外すのがこうですね、これパチッと外してこんな感じかな、でもう一回パチッと閉めるとこうですね。うわー、やばい、まあ、本当あのシステム手帳みたいな感じですよね。推し活システム手帳みたいな感じで、ここも好きに何でも入ると。やばい、これちょっとこれピンズ試しにやってみましょうか。缶バッジがいけるんでピンズもいけるんじゃないかな。よいしょ、来ましたね。やばい、これピンズもコレクションできちゃうわ。え、これやばい、全然閉じれるし、何枚でもまだまだ入りそう。やば、これ何が嬉しいって、そのシステム手帳と違うのが、これ閉じて、まあ、チャックがあるんですよ。なのでこういうステッカーみたいな小物を入れた時に飛び出ないっていう、紛失しないっていうね、そう、勝手にポロッと落ちちゃう心配がないっていうのがめちゃくちゃでかいです、これコレクション的には。いやー、これもっと早く知りたかったこれと別にあの A4 のファイルも使ってるんですけど、ちっちゃいステッカーとかポストカードとかは完全にこっちっすね。いや、これはやばいわ。ちょっとこれはまあ後で取っちゃいますけど、シール、フレークシールとかはね、この小さいのに入れて、もう大きいステッカーはこっちに入れたりして、いや、ピンズ、
ピンズもいけちゃうというね、ちょっとこれは、で、ちょっとこれ今撮ってるのが朝なんですけど、仕事から帰ってきたらちょっとまたいろいろカスタマイズしようと思います。いやー、これは、はかどるね。さあ、というわけでお疲れ様です。仕事から帰ってきました。さあ、早速ちょっとね、まあ、まだ全然中間地点なんですけど、もう入れるだけ入れてみてます。まあ、ちょっとこんな感じで、サイズ感、ね、自分が持ってる方が結構わかりやすいかなと思うんですけど、これぐらいのサイズですね。まあ、A5 サイズっていうね、A4 よりも1個小さい規格のサイズのものとなっております。で、ここね、じーっと開けると、なんか、こんな感じになってます。こんな感じね。まあ、1ページ目からちょっとかなり、かなりこうパンチ力のあるステッカーが入ってるんですけど、まあ、これがフォトサイズのリフィルですね。リフィルのサイズはフォトサイズ、トレカサイズですね。小さいステッカーとか、結構ちょうどいい感じで、トレカサイズのリフィルですね。で、これが大きいね。ポストカードとか入るサイズの、まあ、英語サイズのポケットリフィルですね。で、自分で、この間 Amazon でですね、買い足したんですよね。この6穴の英語サイズのリフィルで買い足したのがこれなんですけど、これがね、ちょっとね、難しくて、実はこの6穴のファイルポケット、このポケットのサイズが、ちょっとやっぱ規格によって、メーカーによってちょっとやや違って、Amazon で買い足したやつは、トレカがギリギリ入らないサイズのものでございました。なので、まあ、ピンズの、ここね、関さんのピンズの、謎の店ピンズがあるんですけど、ピンズとかはすごいちょうどいい。ピンズの台紙ね、めっちゃちょうどいいんですけど、トレカは入らないので。ただ、そのトレカ入らないんですけど、見ていただくと、ちょっとまだこの辺全然途中なんですけど、透明感がね、めちゃくちゃ段違いで、最初からついてきた、この、ケプトさんの、こっちのね、トレカサイズのものは、ちょっとこうね、マットな質感というか、ちょっとザラッとした質感でね、まあ、完全なる純度としてはクリア、レベルとしてはちょっとね、ちょっとくすみがかってる感じなんですけど、アマゾンで購入した方は、もうめちゃめちゃ綺麗なクリアなんですよね。ただね、ちょっとやっぱ硬くて、めくる感じが硬いんで、まあ、本当に大事なステッカーというか、まあ、その、まあ、まあ、名刺サイズぐらいなんで、まあ、ピンズの台紙用ですね。ピンズの台紙はこの、ちょっと硬めの、この名刺サイズのポケットに入れていくと。で、ちょっとこう、またね、ロフトとか行って、このオフィシャルの方の、クリアリフィルをまたさらに10枚ずつぐらい買い足して、ステッカーをコレクションしていこうかなと思います。で、ちょっとまだあります。これすごいのがですね、まあ、ちょっとまあ現状のカスタマイズはそのページで言うとこう、ステッカーがバーッと入れられるようになってて、ここが、ここね、ファスナー付きのポケットになってます。ここ開きますので、まあ、ちょっとこう、ヘッダー付きのまま保管したいステッカーとか、一時的に入ってますね。で、これやばいっしょ、ここ。これもまだ途中なんですけど、ピンズですね。これどうなってるかというとね、ここ、裏こんな感じでクリアの PVC になってて、表はね、メッシュなんですよね、ここが。メッシュ生地になってるんで、ここにピンズを刺して、で、実はなんとこれもファスナー式の収納になってるんで、この内側のところにピンズの、まあ、穴受けをね、中から入れて、ピンズを刺してます。これ全然余裕で、閉じれちゃうんで、ここにピンズ、ちょっと今旬なね、お気に入りのピンズをここに入れてるような感じです。これは熱い。そう。で、最後のところはね、ここはバインダーについてるポケットのところに、このビニールさんのステッカーをどんどんね、入れてってます。これはちょっとマジで革命です。本当に。ピンズがね、ピンズ。持ち歩くのに一番いいかもしれない。てか、正直これ常にこう、そういうクリエイターさんのイベントとか、アートフェスとか行くときに、これ、必ず持ち歩くようにして、購入したものもすぐこっちに入れて、なくさないようにとかね。どうしてもステッカーとか買うと、帰り結構ヒヤヒヤしたり。僕はずっとハードケースに入れてたんですけど、もうこれで、
もう現地で整理できちゃうよねっていう感じなのが本当にやばいっす、これ。で、多分ね、まだリフィルもあとね、まだまだ全然、もう半分ぐらい、倍ぐらい入るんで、ちょっとこれは楽しみになりました。で、まあ、こんな感じで、サイズ感ですね。もう一回見ていただくと。こんな感じで、で、ファスナーを閉めると。ファスナー閉めて、もうこれで、どの方向に向けても、紛失の心配はないと。いう感じなんで、これはちょっとね、今後また中がね、中をしっかりこう、カスタマイズしたらまた Vlog で紹介したいと思います。ケプトさんのね、この推し活アイテムがまさかの、私のコレクション整理大活躍という感じで。で、今考えてるのが、これもう一個購入して、ワンピースグッズ用にも購入を検討してます。ワンピースとかも結構缶バッジとか紙のなんかトレカとかシールとかめちゃくちゃ多くて、それも全部ひとまとめにしちゃいたいなと思うので、まあもう一個ワンピース用っすね。やっぱこの白が一番いいカラーなんで、白もう一個買っちゃおうかなという感じですね。いやー、これはやばいね。ちょっと素晴らしいアイテムです。はい、ありましたね。でもちょっとポケットが、カードポケットのやつがな、あ、ポストカードがあるね。この辺もまだ持ってないやつ。でもフォトカードのサイズのはないかな。結構人気でこのリフィルが全然ないんですよね。ちょっと残念。やばい、ちょっとめちゃめちゃ散財しちゃいました。やばそう、なぜかというと店頭に全然なかったんですけど、お店の人に聞いたら奥からめっちゃ出してきてくれて何個ぐらいお求めですかって言われたんで、とりあえずその場でバッと答えてめちゃくちゃ買ってしまいました。在庫は結構あるみたいですね、どこのお店も。あとその他いろいろなんか小物とか買っちゃって、ちょっとやばいっす。ロフト文房具大散財でした。